新平家物語第293回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「恋の巣の朝」「妙音美くの一員は走り右言言の結界ともやや離れた心いの森の後ろにあった」「この森は万葉歌人の歌にも読まれまた ホトトギスがたくさんいるという名所としても世の旅人に知られていた雅子の隠れ家もここいの森の陰にあったもちろん二院とは別にであるうずき彼女は朝の兄弟から後ろを振り向き部屋の隅にかしこまっていた次女のうずきへ言いつけた「済みました」「くし毛や鏡立てなどあちらへ片寄せてください」「はい」 それから、事物堂へ行って殿のご日課がお済みかどうか、そっと見ていらっしゃい。かしこまりました。渦木は縁を渡って壺を隔てた事物堂の方へ向かって行ったが、やがてまた政子の部屋の妻まどにかしこまって、まだご度胸のお声がしておりますが、と答えた。政子は化粧も済ませ、また女の朝の仕事も皆済んでいたので、そう。 ではご日課がお済みになったらいつもの御社前へ一足先に参っておりますからと我が妻にお告げしてたもと庭へ出た御台様お一人でおよろしゅうございますか朝のそぞろ歩き一人がよいただ我が妻へ言うことを忘れぬようにつゆを分けて彼女は森の小道を縫ってゆく ふと彼女は立ち止まったそして何かに聞き惚れるような瞳をした「地仏堂の裏である」「頼朝の度胸の声がよく聞こえた」「頼朝はここへ来て泊まった朝でも毎朝「法華経」を読むという「千部度胸の日課」を欠かしたことがない「朗々とあの大きな声がどこから湧いて出るのか」 雅子には男の体と心が不思議であり何か疑わしくてならなかった。夜が明けても彼女の黒髪の根にはまだ冷めきれない夕べの夢が草小やみたいにまつわっている。自分を抱きしめ自分の耳に噛みつきそして女の骨も血も肉も焼き溶かすようなささやきと愛ぶと思って 男の真裸を燃やし尽くして見せてくれた男性が朝の光とともに突然早朝な恩情で度胸に努めるなんてどう考えてもおかしかった夕べの頼朝は嘘か今朝の頼朝が嘘かどっちかが本当でないみたいである別な男性に思われて仕方がないいやいや そこが女性と違うところかもしれぬ。昼は昼、夜は夜と。彼女は自分に比べて考える。女心は男のようになれない。あまりに強いチムの喜びに痺れた夜は、夜が明けてまでぼーっとしてチムの陥落がなお脳膜から消えなくて困るのであった。朝露を踏んで、すがすがと昼の女性に帰ろうと思う。 けれつる草に足を取られたり蛍草の夢見るような花を踏むにつけいつの間にか胸は夕べの寝屋をまだ抱いている愚かと思っても浅ましいと思っても女の体に理性を行き渡らせるのは容易でないしかし彼女のそんな身近世の惜しみも 伊豆山神社916の石段を上るうちには朝の我が妻と同じようになった身も締まり心も澄んだここの宮代の本結びの神とはこの花咲夜姫を祀るものと彼女は聞いたそれは富士山を象徴した女神というほかに何の知識もなかったが彼女は一つの祈願を込めた 我が妻頼朝をして平家を滅ぼさしめ再び源氏を世の上に現したまえということであった雅子頼朝は彼女の後ろに来て立っていたおやいつの間に雅子は拝殿の前を離れすぐ夫のそばへしなだれたなんと長いご記念よのそも何事を願おうとてなかなかとぬかづいていたか 祈り大義は海ほどもございまする。願いは山ほどと言っても足りません。ははは、定めしかみには迷惑なことでおわそう。人の祈りの勝手なことはようわきまえておりまする。それゆえ祈願は一つしかかけません。では、何の祈願を申し上げるまでもないことです。 夫婦の中でありながらそれを口で申さねばならないほどでは神に願ったところで神に通じるはずはございません頼朝はびしりと打たれた気がしたさ子の家に泊まった夜はその間さ子に自分の全部を与えきることにしているそれ以外に男性の反面も心底もないようにしてみせた 言葉を変えれば政子の関心をあがなうためにはどんな燃焼も傾けるし元家の嫡流などという威厳も男の苟見も捨てていたそれがかえって彼女の気に入らないのであったろうか男のなすべき大事を忘れ女植に溺れている不甲斐ない男性と考えられているのかもしれない頼朝はそうとったのである いや、聞いたのは愚かであった。その一時は頼朝と,とて無比にも忘れているわけではない。つい言い訳がましく言ったことは彼を余計に不愉快にした。これこそ不甲斐ないことだと思う。そもそも二十年来胸の底に蓄えてきた体毛などは、決して政子と恋をし、政子とこんな中になってからの立志ではない。それを、 この女は時折今さらのように自分へ向かって励ますのだ。逆茂に暗示をかけたりするのである。ダフを打つ定女のような興奮をする。小尺な女とふと嫌になる。けれど、頼朝はまだ雅子に本心を語ったことはなかった。したがって叱りつけたりしたこともない。北条四郎時政の愛娘である。 何のための色仕掛けか彼にとってのこの恋は愛情だけのものではない彼の抱擁は彼女と共に親の時政も一緒に抱き込んでいるものだった2二人は長い石段を無口になって折りかけた何かお気に障ったのではございませぬかなぜこのすがすがしい朝なのに急に御眉を塞がれて <laughs> そう見えるか。見えまする。はての。では。と頼朝は微笑を浮かべた。そしてここからでさえまばゆいほど揺れ輝いている朝日の海へ目を細めた。たぶん、ゆうべの寝不足のせいであろうよ。そなたにも戸川あるぞ。まあ。雅子はぎょうさんに恥じらった。それはまるでただ一個の女性に過ぎなかった。けれど。 お嬢家ののの金によるかか、彼女の本質かすぐ理性に帰った賢女らしさを興奮に出すのだった。宮代も離れぬうちに何をおっしゃるかと思えばもったいないお戯れよ。良いではないか。神の白し,しめさぬ世界はない。二人だけの夜と二人は思うていても何もかも神はご唱乱。わざと天の邪鬼って頼朝は笑った。 若は彼の心の隅にいつもかがみ込んでいたしかし彼の理性はめったにその悪魔を踊らさなかったただ政子がかしこぶる場合のみどうかするとうっかり口に出した誘い出されるように釣り出されてしまうのだった理性の夫と理性の妻との間にこの天の若が踊り出ると政子の方は意地になってなおその賢者ぶりを誇示した お戯れなどもうやめていただいて、真面目にお話申し上げたいことがあるのですが。真面目に何を改まってそれに、おかけくださいませ。この木陰にか。はい。うちでは召使いなどにふと盗み聞きされても恥ずかしゅうございますゆえ。はて、何の話ぞ。わけもわからぬが、まあ聞いてみよう。話してみい。ここいの森の中だ 雅子はそこでこの頃体の具合から考えてどうやら身ごもっているらしいということを初めて頼朝に打ち明けたそれは女が男の本心を打診するためにもまた女の一生を決定づける覚悟からも必死に近い話には違いないけれど男は若かっためしべとおしべが触れて身がなったというだけのことでしかないみたいな顔つきに見える 頼朝はふーんと埋めいたりだったそして簡単にこう言った「よいではないかここの隠れ家にいて産むがいい生まれたものは頼朝の子に違いないそれとも北条堀へ帰りたくなったのか?」「門の間垣に正解派をつなぎ佐々木つ綱は政子の交渉所を訪ねていた庭も吐いていた女蕨はこう告げた」 御台様は橋流の宮代へ朝早くおもうでに参られました。そして殿にもやがて御台様のお後をしとうていかれましたぜ。つなはそう聞いておるすかとちょっと立ちまどったがおおかたそこの森道をいつもお通いであろうなと念を押し女わらべがうなずくのを見身を返して森の中へ歩いていった。やがて彼は 暗緑色な光の奥に世間とはかけ離れてまるで人界の現実は知らないような男女の像を遠くに見た。つなはハッとした。足がすくんだ。その定綱が近づくのさえ気がつかない男女であった。雅子は頼朝の膝に泣いていた。頼朝は抱いてやっている。法要が彼女のお s を締め付け、いつかその唇に男の口づけを受け取っていた。 さんさんと木漏れ日が降り注ぎ辺りは小鳥どもの消家に満ちていたはておかわりになったものだ御台様が泣いていらっしゃるあの勝ち気な女性男勝りな御台様がつ綱には不思議に見えたのである 自ら進んで婚礼の夜の花嫁となり敵国に等しい木材屋敷を逃げてこの山中に二年の世も身を潜め通してきたほどな女性であるそのお方が泣いているこれはただごとであるまいと思ったのだ「おっ定綱ではないか何しに来た」ふと頼朝の目が向いたと思うとさすがに政子は頼朝の胸を飛び離れた。 そして一緒にじっとこっちを見すました。はさだつなめにございまする。正解派を引いてお迎えに参じました。迎えにとな。なんぞ留守の廃所に変わったことでも起きたが。昨夕、新宮十郎・雪家殿が山伏姿に身をやつされ、都から下校なされました。おお、おじ郎・十郎・雪家殿がか。さてこそ見えたまえる。 頼朝は後ろの政子をすぐ忘れた。ずかずかと定綱の方へ自ら歩み寄ってきた。そして、定綱が今寸前に見た人とは全く別人のような動きとなった。して、おじうえが下校のご使命は。その義はお留守の者、まだ何も伺っておりません。下級一刻をも争うなれど、助殿に曖昧らせた上ならではと固くしされて。よし、すぐ戻ろう。 およそはおじうえの御用向き心当たりがないでもない。では正解派をこれへ引いてまいりましょうず。待て待て、そう慌てるにも及ばん。夜通しの日金越え、そっちも腹が減ったろう。わしも朝がゆなとすすっていく。大股に歩きかけたが頼朝は途端に後ろの連れを思い出した。いやさ子の存在は今こそが重要なのだ。 彼にとっての恋女房たる妻の値打ちは今日以後にあるものであった。政子、早く来ぬか、政子。頼朝は差し招いた。彼女を待って寄り添いながら道を戻った。道すなら彼はこれまでは漏らさなかった胸の底を打ち明けた。それは常々彼女が夫に期待していた望みと合致するものだった。急いで手紙を書いてたも、そなたから 北条森の父上へあててだ時政殿もどんなに喜ぼうぞいやいや幸恵が下校のことなど抱えかかでもよいそなたが身ごもったという吉次をそれからこうもささやいたまさ子宗子の中に宿した小僧何よりも身を大事になおしばらくはここに隠れてつつがなきようよい子を産んでくれ 頼朝もそれを楽しみに戦い抜く、そしていつかはそなたの産んだ子を見に戻るであろうよ。お別れを悲しいとは申しませぬ。私もその日を楽しみにしておりまする。よいとった、けなげなのよ。頼朝はよい妻を持った。そのお言葉がうれしゅうございまする。今朝は雅子がお膳を作りましょう。 何はなくもご出陣はここからとおぼしめしてお立ちくださいませ。頼朝が伊豆山を離れたのはその日6月13日の昼近くであった。定綱も駒を打って後に続いた。やがて峰道へ出、日金の地蔵堂前まで来た時である。道内から突然、いやあ、今日をお待ちしておりました。生涯派の口取りはこの有綱にお命じください。 と駆け寄ってくるなり馬の口輪をつかんで馬と一緒に駆け始めた男がある頼朝は知っていたと見えおお有綱かと見ただけで何も言わないしかし定綱には意外であったそれは伊豆の神中綱の子伊豆の蚊じゃ有綱なのだどうして有ながここに今日を待っていたと言ったのかまた頼朝が予知していたのか もっと疑えば叔父幸家が下校の使命までを頼朝はもう知り抜いていたふうにも見えるつい先月の都の変を頼朝がすでに知っていたのもいぶかればいぶかしい限りと言わなければならない。